火曜日、日本で開かれたクアッド首脳会合。参加国の中で注目なのが、ロシアとも友好関係にあるインドです。4カ国は足並みを揃えることができたのか、山本さんです。はい、まずはこのクアッドについて改めて説明をしていきます。クアッドは日本、アメリカ、オーストラリア、インド4カ国で経済安全保障について話し合う枠組みであるんです。で、今週の火曜日です、会合が開かれまして共同声明が出されたんですが、その主な内容というものを見ていきましょう。インド太平洋地域に今後5年間で500億ドル以上、これ日本円で6兆円以上のインフラ支援、投資を行っていくということ。そして東シナ海、南シナ海での緊張を高めようとするあらゆる威圧的、挑発的、一方的な行動に強く反対するとしていまして、これ明らかに中国に関する内容だということがわかります。で、一方で、この会合が終わった後の会見で岸田総理、ウクライナ情勢について話したときに、インドという言葉を出してきまして、インドを強調したんです。なぜインドを強調したのかと言いますと、実はインド、ロシアと友好関係にありますので、今回クアッド4カ国がどうやって共同歩調を取っていくのかというところが重要なテーマの一つになっていました。ではどうだったのか、インドと各国の関係性で見ていきます。まずインドと中国についてです。実はおととしの6月、国境付近で衝突が起きているため、緊迫した状況が続いています。ですので、中国の脅威に対しては、インド、そして他の3カ国も認識は一致しているんですが、一方でインドとロシアに対してはどうなのかといいますと、この中国だけではなくて、このパキスタンの国境付近でも紛争が続いているため、これまでインドはロシアから大量の武器を輸入してきました。ですので今インド軍、武器保有しているものおよそ 60% がロシア製のものなんです。で、またインドは今欧米が進めています対ロシア制裁に加わっていません。ということは、クアッドの共同声明、ロシアについて見てみますと、すべての国が紛争の平和的解決を追求するとしていまして、やはりインドに配慮して、ロシアを名指しで批判することを避けたわけなんです。専門家に聞いています。インド外交に詳しい防衛大学校の伊藤教授によりますと、インドとの共同歩調は取れたのかについて、こちらです。インドがロシアの問題でクアッド側に近づいたわけではなく、ロシアの問題を脇に置くことで結束を確認したと言えるとしています。そしてインドにとってクアッドの重要性はじゃあどうなのかというと、現在世界では中国に対して脅威の認識が強まっています。インドはこのクアッドを通して中国を牽制し、譲歩を引き出したい狙いがあるというふうに指摘しているんです。まさにインド、重要な位置にあるということがわかると思います。